で今日はですね、こうやって散歩をして、散歩って距離じゃないですけどね、公園ですよ。普段行かない公園に行くっていうことで、なんと自転車ですね。自転車に乗って、歩きでちょっと遠い公園に向かっております。今日はまた遠いっすよ。何分？ Google マップで約30分歩いて、とある公園に向かっております。大冒険ですよ。散歩じゃなくても冒険の今日は、公園マップ、公園ブログをやってみたいと思います。トンネルです。上登ってきます。そう、ここ公園これで病院ですね。公園じゃないですよ。病院です。大きい病院。ブレーキかけてください。坂道ですね。こんなところにお店とかいっぱいあるの？お店かな。調剤薬局じゃない。処方箋って書いてあるよ。処方箋って書いてあるよ。こんなところになんかあるよ。すごいのか。うん、車が持ち上がってしまうの。うん、ここ後ろから自転車とか来るかもしれないから端っこ寄ろうよ。後ろから車が来るかもしれないよ。あ、車じゃ、自転車が来るかもしれないよ。車来たら怖いね。ここじゃーっつって、車いなくなった。車がいなくなったよ。トンネル入るよ。トラックが出てこようと思ってる。まあ遠いです。だいぶ来ましたよ。警備員じゃないの。警察の人じゃないよ。マクドナルド見えてきたよ。はい、マクドナルド見えてきました。マクドナルド来ました。いや、遠いですね。マクドナルド見えてきたよ。はい、遠いです。星のコーヒーも見えますね。星のコーヒー、
焼肉大将軍、焼肉大将軍もあります。マークもついてます。いや遠いですね。今マクドナルドに来てます。でこっから公園に行きます。で公園に行ってマックを食べたいと思います。いいですね。そうです。トラックが逃走してるやつね。なんか誰かがそのトラックを盗んで逃走してた映像を見た。ニュースでやってたよね、うん、やってたね、うん、タイヤがバラ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 ってね、バラ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 ってバラバラってね、パトカーみんな来てたね。来てたね、うん、ちょっと裏路地に入りまして、今ねお昼時だからね、どこも混んでますね。ウーバーの方とか結構いらっしゃって、今ピークなんでしょうね。マクドナルドのウーバーイーツの方がすごくたくさんいました。でその公園っていうのは、そこの公園は違うのかな。あ違うね、プリウスさんですね。プリウスさんいますね。レインボーさんですか。こんにちは。タイヤ3個ありますね。危ないですね。公園はどこですか。わかりません。公園どこにあるんですか。そこの公園なんですか。学校した公園なんですか。学校した公園、こっちじゃないですか。こっち行ってみましょうか。あそこじゃない。ほら木があるもん。あそこに木がある。うん、あそこじゃない、あそこ公園っぽいとこあるよ。そこ違うんですよ。そこの公園違うんです。ちょっと古いですね、公園がね。公園が古いですね。気をつけてくださいね。後ろも前も確認。はい、到着ですね。はい、到着。これが宮古公園。ここ渡れますか？これが宮古公園でございます。到着です。ほとんど、グラウンド。ほとんどグラウンドです。グラウンドですよ。こういう。球技ができるようなグラウンドになってて、テニスコートもあるような公園です。じゃあどこ行きましょう。うん、まずその道路入れんのかどうかも分かんないよ。分からん。こっち行ってみよっか。この階段登れる？自転車登れる。うん、あら入れないよ。
の中ほら、ああこうなってんだよ、ここだよ、ほら。入れるの？閉まってんじゃないのこれ。何ができる？交通安全のなんかねえ。あでもね入れないわこれ。あ残念。はい残念です。道路入れなかった。道路柵が閉まってますねこれ。あららら。ここ入り口らしいところですけど、どうやら、入れません。なんかここに書いてある、浸水被害の軽減工事のため令和3年1月初旬より公園の一部が利用できなくなりますのでお知らせします。ご利用する皆様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。ということで、せっかく来たのですが、入れません。この道路が、ちょっと今日のメインだったんですけど、なんかね、工事中みたいになってて、工事中なんですね。浸水被害軽減工事。いや、開いてないんですよ、これ。せっかく来ましたが入れません。こういう道路が楽しいですね。あ残念ですね。とりあえずベンチでマック食べよう。道路の中になんか詰まってんだよ。せっかく買ったわけだからさ、マック食べようぜ。手洗うところしかない。残念。せっかく来たけど、はい、今日は終了ですね。これで終了です。西の下公園だって。西の下公園、草ぼうぼうです。草ぼうぼうですね。亀がいます。亀亀さんとお砂場があります。亀さんと砂場、はい。ここトイレあるの？あ、本当だ。珍しい、珍しいですね。公園にトイレがあります。トイレがあります。どんな感じかな。開けんの、うん、怖いね。ちょっと怖いね。開けてみましょう。こんな感じです。怖い。はい、こんな感じです。はい。便座のトイレじゃん。便座のトイレ？和式ね。本当のトイレじゃないじゃん。本当のトイレじゃん。昔ながらの。白いトイレじゃなくて、普通のトイレでさ、もう、トイレじゃない。いや今のトイレはちょっと少ないですけど、和式のトイレ珍しくないよ。ああ砂。トンネル作ろう。トンネル作る。うん。もっと長いトンネル作ろうよ。何も持ってきてないよ今日は。何も持ってきてないですよ。誰の喋るこれ。誰の喋るですかこれ。喋るがあります。はい、この喋るを使って遊びません。ちょっとあそこ行こう。滑り台。飛んで。はい、まあ、こんな感じでちょっと坂の下にあるっていうね。カメ乗りますか。はい。カメに乗る。カメどこに乗るんですか。そこ乗れる？お乗れた。どう動く？動いたらいいね。うん。本当のですね。カメカーだ。カメカー。車？亀の車。うん、うん、なんかすごい音したよ。またブイーンって。
何の音？トラック。トラックかな、うん、このブランコはですねちょっと高めに設定されてます。設定ちょっと設定が高いですね。設定高い、高いですね。ちょっといいですか座って。ちょっと高くていいですね。大人はいいと思います。子供もちょうどいいと思います。ブランコね。はい、ブランコ。はい、いいですね。ちょうどいいですね。足がね、ちょうどね、引っかからない。174センチの私がこのブランコを乗っても、ちょうどいい高さだと思います。止まって、止まって。コージの曲流れるかはわからない。いるかは分からない。あ、トイレの中から流れてる気体どうする？それはない。どこがない？そんなことはない。止まらないかもしれない。頭が上がってもっと上だから。チェック。じゃあパパやさっきやってみる。じゃいいですか。いいよ。滑り台チェックをします。いて、頭ぶつけた。頭ぶつけた。行きますよ。大丈夫。パパまだ滑んないで。ああ、いい感じですね。いいですよ。滑り台チェック。滑んないで。滑んないでね。まだ滑んないで。はい。はい。いいです。どうぞ。雲がいる。行きます。さあ、あ、いいですね。雲がどこにいる？もういない。え？もういないです。もういない。はい、せーの。あ、いいですね。いい滑り台ですよ。うん、滑り心地最高。じゃあ次、砂。砂で遊ぶ。うん、砂を遊ばなくていいんじゃない？すごいね、草がね、どこまで来てる？ここまで。うん、パパ助けて、手つないでいこう。助けて。砂が遊ばないよ。ちょちょいるよ。ちょっと捕まえようよ。いっか、砂掘りしよう。じゃトンネル作ろうよ。いや、いいです。ヤハギトンネル作ろう。ヤハギトンネル、なんでヤハギトンネルだのよ。よっしゃ。ヤハギトンネル作ろう。やって。ヤハギトンネル。パパやって。ほら、あれ。あれ使っていいんじゃない？ダメだよ。手汚くなるのもやだ。はい、ということでですね、今日もいろいろな公園を巡りまして、どうでしたか？楽しかった。楽しかった。じゃこれからですね、お家に帰りたいと思います。ヤハギトンネル作ります。ヤハギトンネルは作りません。今日はもうこれ終了です。ここまで来ました。ヤハギトンネル作ります。ここは西の下公園だっけ、宮古町にあります西の下公園に、来ました。ただパパ、ヤハギトンネル作ってちょうだい。いや無理だね。作ってちょうだい。今日の公園巡りはここで終了です。ここの公園のメリットはトイレがある。それだけだ。で今日はこれで終了したいと思います。ではヤハギトンネルです。いや、行ってるでしょ。ここ行くんだよ。道路ですか？うん、道路だよ。道路なんですね。